なんか一説によると、あの横川選手、はい、吉岡選手なんかは、その体重を上下させない、お食事を取った時が一番大きくなったっていうようなことをおっしゃってるそうですけど、それに関して木澤選手はどのようなご意見でしょうか。難しいとこですね。おそらく体重の増減がない方が、減量中に筋肉が犠牲になる確率が低いじゃないですか。ということで、はい、結果、筋肥大しやすいという。要は筋肥大はここまでしたけど、はい、ここからですね、オフシーズンにここまで伸びました。はい、でも減量して絞ってみたら、筋肉をしてここに戻っちゃいましたっていうことですね。はい、だから、減量が上手い人なんかは、ここまで筋肉増えたら、はい、ここまででこう、はい、止めれてると思うんですけど、はい、まあ、それも結局減量のテクニックの、その、ところもあるかなと思います、ね。はい、だから彼らが言ってるのは、多分増やしすぎて、ジャンプとか食べてめちゃめちゃ30キロとか20何キロとか増やして、はい、結局絞ってみたらあまり変わってなかったっていうところで、はい、勉強して、はい、あのまあ、オフに増やしすぎない、はい、もう、リンバルクで増やして、はい、ジャンク食べずに、はい、まあ、程よく増えて、はい、あまり食事内容も変えずにそのまま減量に入った方が、はい、まあ、ダメージが少ない、犠牲が、はい、犠牲が少ないというところで、はい、筋肉が残りやすいっていうところなんですね、はいはいはい、だからオフ その筋肥大に関して言えば、はい、多分そんなに変わりはないかなと思います、はい、10キロ増やした人とあまり体重増やさなくて5キロぐらいで抑えて、はい、もう多分そんなにオフシーズンに関しては変わらないじゃないですか。そこから先の減量で削れる人か、はい、最低限のこうダメージで止まるかっていうところで差が出るかと、はい、だから僕のトレーニングに関してはやっぱり僕はしっかりエネルギー入れて、はい、まあ、できる限り筋肥大させてっていうのは、まあ、これは必要だと思いますね、はい、だからそこはやっぱり、僕なんかはもう好きなもの食べたいし、はいはい、っていうところで解放してる感じで、はい、まあまあさすがに僕減量はまあそんな失敗することはないのでね、はい、まあ普通に絞れるんで、まあ毎年10キロぐらいの増減やってますね。はい。だから鈴木雅史選手なんかも、もう今大会出てらっしゃいませんけど、大会最後の頃、減量幅それこそ1キロ以内ぐらいな感じであれでしたけど、でも鈴木選手も、大会出始めた頃、うん。20キロぐらいしました。ですよね。やっぱり増量、その時期が一番筋肥大すると思います。横川君にしても、吉川君にしても、減量で削れちゃったからであって、その減量前の多分状態っていうのは、多分でかかったんじゃないかなと思います、ね、はい。で今、木澤選手おっしゃってたので、ポイントになるのは、やっぱり減量の、要するに前下っていうか、はい、そこの部分で結局、いかに、そうです。オフに出ます。オフにでかい人は山ほどいますから。でも、絞ってでかい人って本当にどうだろう。本当に何十人に一人とか。なりますからね、はい、なんかその辺がやっぱり減量がしっかりできる、これはダメージなく絞れるだけじゃなくてね、レベルが高くなれば今度はもう筋肉絶対落とさずに絞り上げるっていうだけですよね、はいはい、じゃなくと結局でかくないですからね、はいはい、なんでそこがやっぱり大事ですね、はい、そう、オフででかくてその削らずに減量するポイントっていうのは、まあ、やっぱりまずはトレーニングを絶対に変えないことですね。重量を落とさない、回数を落とさない、はい、まあ、それはもちろんちょっと落ちるんですけど、その気持ちが大事ですね、はい、オフに伸ばしたものをもう最低限もう絶対落ちないで落ちないで、はい、って気持ちでやるっていうのがまず大事、はい、そこはもう本当にテクニックじゃなくて気持ち、はい、絶対落とさないぞっていうこう強いやっぱり信念というか、はい、それが非常に大事だと思います。あとはできるように食事のやっぱりカロリーを取って、ダメージが、ね、落ちたけど筋肉落ちちゃったとならないで、ね、じわじわ体脂肪のみが落ちていくような食事内容ですね、はい、ここはもう本当食事の、はい、管理なんで、はい、まずはそれがあってトレーニングですね、トレーニングとのこの両立ですね、はい、まあ、あれば、まあ、減量そんなに難しいものではない、失敗することもないんで、はい、本当はあれですよね、減量方法って普通のやり方すっ飛ばして変わったことやる人があまりにも多いんで、あ、はい、で結局辛い、はい、絞れない、はい、筋肉落ちちゃう、はい、もったいないですよね。だからやっぱり普通の減量をね、まずはしっかりやれるようにするっていうのが一番近道です、はいはい。